欲しい？欲しいですね。どっちがいい？男の子。いや男の子が欲しいなと思ってたんですけど、うん、なんか女の子が最初の方が育てやすいって聞いたんですけど。そうか、はい、どっちなんや、女の子やもんね。どっちも女です。あ、うん、一番いい。なんかだから逆に、うん、最初私このなんか感じで絶対マキはもう男の子しか出てこなそうだよねって散々言われてて、2人女だったんで、もう親からもいや3人産んだとしてもあんた女しかもう出てこなそうだって言われてでも2人姉妹で育ててるとだんだん男の子が欲しいっていう願望から、いや今急に自分じゃない性別の子を育てるっては逆にすごい大変かもっていう感覚になって、もうこのまま3だったら3人産むんだったら3姉妹の方が楽なのかなとか、ちょっとお友達の男の子が遊びに来て一緒にお風呂とかまとめて入れるんですよ、の時にやっぱ変な話、これまだ撮ってないですよね、やってると撮ってます。さあ始まりました、めっちゃない。どうもチュートリアル福です。西山真希です。高橋優です。よろしくお願いします。お願いします。笑ってるという話で始まりましたけど、そうですよね。でもやっぱね違和感なんですよね。続けるの笑ってる話続けるのか。まあそうね、確かに男の子がちゃんと洗わないとね。そうか、子供の話ですよ。そうなんです。子供の洗ってるって話ですよ。友達の子供、お子さんの男の子を洗ってた時の話をしてました。すいません。いいですね。いや、はい、確かに、うん、男の子と女の子ね、まあ、どっちも可愛いけどね。どちら？うち男です。あ、男の子なんですね。でもなんかやっぱ女の子もちろん育てたことないから、うん、わかんないですけど、結構なんかちょっと女の子やったらこんなことしないのかなっていうことをしたりするのかな。なんか物投げたりとかめっちゃする？あ、でも男の子のママの方がそういうの聞きます。あ、嫌だっていう感情がもともと荒い方に行きやすいというか。あ、そうなんや。ご飯食べさせようとしてもペッてやるのは男の子の。そうなんだ女の子あんまやらへんの？いや、なんかやる子はやるんでしょうけど、うちはもう見ないまんま来れたので。へー。だからなんかそのやんちゃ感が多分 本来持ってる性別でもあるんじゃないかな。 あとちっちゃい頃から見るのが仮面ライダーとか戦闘ものが多いから、うん、どうしてもやっぱ一回殴る蹴る、あ、それが攻撃的な方に行くって聞いたことありますよね。やっぱそうなんやな。戦うみたいな、うん、やっぱこう叩くのもすごい叩く。そうそうすっごい叩いてくる。やっぱ女の子あんまりあれなんや。やっぱ違うんですね、やっぱり。うん、楽しそう。うん、でも逆に男の子だったらそのまんまさ、この戦うことをさ、もうトレーニングに変えていけば、すごい幼少期からやると強くなりそうですよね。うん、確かにそれはいいですね。いい格闘家になりそうだし、うん、やっぱ格闘技こうちょっと習い事もええか習い事とかさ、ごめん後で聞くわさあこの番組は UFC の魅力を皆さんにお伝えする番組でございます、はい、さあ前回ね、初めて高橋優さん来ていただきましたけども、はい、どうでした？いや、なんかその UFC って、はい、そのすっごい選手が多いから、はい、こう難しいのかなって思ったんですよ、うん、だからこう興味はあるけど見ても何も分かんないんだろうなと思ったんですけど、前回そのニックネームの話とかしてて、はいはいはい、すごい興味が湧いたんで、よかった。なんか見ていったらどんどんハマるんだろうなっていうのは分かりました。いいですね。じゃあぜひぜひね、今回初めて見るという方もその UFC の魅力を知っていただきたいと思います。さあということで本日は間もなく UFC 230ということで、ついにメインイベントにあの男が登場いたします。あの男、はい、前回もちょっとだけ話出ましたけども、デリック・ルイスです。あ、デリック・ルイスです。ザ・ブラック・ビースト、デリック・ルイスがメインで出ますね。こちらでございます。メインで、ね、すごい。さあ、デリック・ルイス、まあ、229に試合をしたところなんですけども、はい、対戦相手がなんとライトヘビーとヘビー級のチャンピオン、ダニエル・コーミエっていう。どうなんですか？どうなるんだろう。ね、この、まあ、前回ちょっとそんな話になりましたけど、デリック・ルイスってその本当に一発のパンチで試合をもう全然ひっくり返す力を持ってるじゃないですか、うん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 、229でもそんな試合しましたけど、はい、で、まあ、コーミエはもうそのレスラーなんですよ。もともとアマチュアレスリングのアメリカ代表でオリンピック2回行ってる人で、はい、すごい人で、1回目はアテネで
惜しくもメダルは逃したんですけど4位かな、うん、で2回目の北京の時はちょっと体調不良で、うん、結果出れなかったのかなオリンピックには。でどちらかというといやすごい有能な人なんですけどオリンピックではそんなに結果を残せなかった人なんです。でその後、まあその総合格闘技の方に行って孔明はどこから行ったんやどのやつでどれでチャンピオンだったっけ、あストライクフォースか、ストライクフォースっていう団体のそのトーナメントがありましてそれで優勝してチャンピオンになるんです。でそっから UFC に来て、まあ、もうずっと勝ち続けてライトヘビー級のチャンピオンになるんですよね。それがダニエル・コーンで勝つ。でずっとライトヘビーなんです。1個下のヘビー級より1個下の階級なんですけど、なんでヘビー級に行かへんかって言ったら、うんうん、同じ同門で同じジムでケイン・ベラスケスっていうめちゃくちゃ強いファイターがいたんですけど、はい、まあ、その人とすごい仲良くて、そのベラスケスはヘビー級なんです。難しいってたそれだ。でベラスケスがヘビー級にいるから俺は行かないっていう。はいはい、どうも。そう、まあ、ただそのベラスケスが怪我して結構長期離脱中今、あ、そうなの。でいないっていうことで、じゃあヘビー級のところでチャンピオン同士やってみようかっていうので三好とやって、そのどっちのチャンピオンにもなるっていうのがコーミエなんですけど、だからコーミエはすごくこう、まあ俺コーミエがすごい好きなんですけど、ずっとその格闘技をレスリング子供の頃からずっとやってきて、総合格闘技やって UFC で今チャンピオンになりました。でもう間もなく40歳かな。へえ、40歳なの。もう40歳なんですけど、すごいな。で今までずっと格闘技ばっかりやってきたと、じゃあこれからの時間は家族に使いたいって言ってもう引退しますって言ってるんですか。もうコーミエ引退します。そうなんだ。そうです。だからこれがラストファイトとかじゃないんですか。これを含めてデリック・ルイスとあともう一試合、でコーミエ終わりです。もう終わっちゃうんだいやいや知らんやろコーミエのことすいません、初めて知ったよダニエル・コーミエのこと初めて知った家族の話出てきた段階でグッと急にみたいになってるけど、そうだからもうラスト2回のうちのワンマッチが次のデリック・ルイス戦です。へえ、そうなんだ。そう、じゃあ負けられないですよね。負けられないですね。だからコーミエ、ダニエル・コーミエはもう今までの総合格闘技の歴史、過去彼の歴史の中ではジョン・ジョーンズっていう相手にしか負けてないんで、それ以外に全員に勝ってます。それこそもうヘビー級のミオシッチとやるってなったら絶対まあミオシッチが勝つでしょうっていう、体格も全然違いますし、タッパも違うし、コーミエはもともとそんなに大きくないですよ。でまあいろんなところで不利やろなと思われたんが、まあ、まさかの TKO 勝ちっていうのがあったりとか、これもさすがに無理かなっていう状況で常に勝ってきてるファイターなんです。それがダニエル・コーミエ。そうなんだ。そう、40歳までやるってすごいですね。すごいですよね。すごいですよ。もういろんな、だって今までずっとまあレスリングやってきて、うん、まあ、レスリングでもちろんオリンピックは出てますけど、そっから変わって総合格闘技ですから、また一から覚えることがめちゃくちゃあるわけですよ。ボクシングとかももちろんやってなかったですし、いろんなことを覚えて、柔術とかいろんなことを覚えて今のチャンピオンになってるという、これ努力の方です。うーん、じゃあ結構レスリングからもともと来てるから、はい、こう寝技に持ち込むのが多いとか、はい、そっちで KO を持っていくのが強いとかってあるんですか。コーミエは基本的にはもうレスラーなんで、やっぱりこうタックルしてテイクダウンっていう、寝かせて上からっていうのが多かったりもするんですが、ただね、打撃も強い、強いな、コーミエ。そうなんですよ。すごいですか、ルイスがやばーそうそう、ルイスもやばいけどなって。ルイス推しがすごい。いや、ルイスの試合見てほしいのよねそんなに二、うん、人してすごいね。なんかしかも今回なんか突然こう自分に回ってきたカードじゃないですか、うん、そうそう。だからなんか229で、はい、あれですごいインパクトを残して、うん、こんだけ初心者の人をグッて持ち込むような、ね、試合をしたから、うん、この230に出た時にこう簡単にやられちゃうとルイスルイスってなっちゃうから確かになんとかね、もう一回勝ってほしいっていうのもありますね。確かに確かに確かに、あの勝ち方した後やから、またなんか奇跡を起こしてくれそうな、うん、多分ね、うん、まあ、コーミエも結構やっぱりもちろん負けん気が強いんで、最初は打撃で結構打ち合いに行くかなとも思うんですけど、やっぱり途中からこうやっぱり怖いと思うんです、うん、あの、うん、
ワンパンチ強力なのがあるから、うん、でもらっちゃうと多分さすがの孔明でも倒れると思うので、あ、まあまあこうテイクダウンして寝かしに行くんじゃないのかなみたいな。あ、うん、でもデリック・ルイスさんは最近試合したばっかじゃないですか、はい、ダメージとかって残ってないんですか、うんうん、まあ、表情見てるだけやとかなり痛そうでした表情的に10 14分50秒ぐらいめっちゃ痛そうでした残り10何秒で勝ったんだよ。すごいですね。10何秒で、あと11秒とかで最後の最後、最後もう絶対判定いったら絶対相手のボルコフが勝つってなってたから、そうどうします、1ラウンドからもうここはまだ痛いからやめてっていうの分かりやすくやってたらここはまだ痛いのなんてボディやめてボディやめてみたいな残ってるそうそう、でも結構本当にもらってたの、あ、結構打撃を結構もらってたからダメージどうなんやろうな、ですよね、結構、うん、でも今回のその2人のカードは、孔明のライトヘビー級の戦いってなるんですか、これヘビー級です、ヘビー級になる、ヘビー級の戦い、じゃあもう孔明はヘビー級としても、はい、今は全然チャンピオン試合に出るように、はい、もうまあ一応チャンピオンなんで、まあ、ヘビー級でやるかっていう話になって多分手挙げたんだと思います、ギリギリやったけど、だもう確かにこうじゃあ誰とやるよってなった時にこうね、もう孔明もね結構ライトヘビーやとほぼ倒してるというか、うん、上の上位ランカー結構やってるんですよ、はい、で倒してるんで、じゃあもう誰のカードが見たいってなってくると、うん、ファンからするとやっぱもうヘビー級の方の、うん、ちょっと見たことないファイター同士がやるところが見たいってそうってなるので、それをねちょっとどうなるんだろうなっていう、じゃあ体はあのルイスの方がでかいってことですね、ルイスの方がでかいですね、はい、タッパもでかいです、ね、多分。だからその大きな相手に孔明がどのようにこうテイクダウンを仕掛けてひっくり返せるのかっていうところですね。でもまあそのチャンピオンのミオシッチをパンチでまあで TKO でほんましっかりダウン取って勝ってるんで、孔明はどうなるのかなって感じですね。まあその孔明、試合巧者の孔明の作戦通りに行くのか、このルイスのワンパンチ、ワンパンチがどう出るのかっていう。でね、これメインカードなんで、ね、今回も5分5ラウンドです。はい。もう体力が、いや24分間痛がるルイスっていう。じゃあプラス10分早めに行きますね。もう多分ちょっと伸ばしたくないでしょうね。しんどいな。あのね、孔明は もちろんライトヘビーもヘビーのチャンピオンになってるから、その5分5ラウンドは結構経験してるんですよ、うんうんうん、でメインのカードは5分5ラウンドなんで、うん、別にベルトがかかってなくても、うん、だからその25分戦うスタミナの使い方は多分孔明は分かってると思うんやけど、うん、それルイスが分かってる、そうですよね、うん、初メインですか、いや初じゃないかな、初じゃ、ただ多分25分は5ラウンドまで行ってないんじゃないかな、あ、そっか、ルイスは、うん、きついでしょうね、まあね、やっぱりガタイがでかいし、それだけ4までいってる、4ラウンドまではあるけど、もし5ラウンドまでいくとデック・ルイスが未知の領域、未知の領域、体力が持つのか、そうですね、体がでかいから、うん、っていうので、まあちょっと楽しみな試合ですね、長いな、うん、いや、そうよ、だってさ、まあね、5分やっぱり5ラウンド25分あれ総合格闘技やってたら信じられんぐらいしんどいよね、うん、ずっとこう、うーんってなってる瞬間とか、そうそうそう、見てても疲れますもん、うん、やめたってって思います、やめたってって思う、やめたってって思います、見て、いや、わかるわかる、そこ、ね、ま、もう疲れるもんね、試合見た後にあーってあーってなります、なるね、うん、確かによく息してるな、だってこっちから見てて、え、全然動かないじゃんこの2人って思っても、うん、本人たちはもうすごいパワーをその無の中で使ってるわけじゃないですか、そう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 ですよね、多分見えない駆け引きとかがすごいあって、うんうん、そこにもすごい緊張感があるやろうから、うん、それだけでもしんどいでしょうしね、うん、そういう試合の中、そのどっちが勝つと思います、ちなみにここまで、まあ、話しただけですけど素人の私は残念ながら、うん、ルイスが負けてしまうんじゃないかな、
だからコーミエのやっぱ負け、今は負けられないあと2戦っていうのが、そうですよね、すぐそばにあるファイターと、うん、こないだ勝ったからいっかぐらいどうなんだろう、こないだ勝ったし、どうなんだろう、まあね、デリック・リースなぜ格闘技を始めたきっかけが楽に金を稼げそう、っていうところでデリック・リース始めた、ただただここで、まあ、ヘビー級でここのランカー2位とかまで来てますから今すごい、だからそれすごいんですよ、ちゃんと上がってるのはすごいですよね、そう言って、で勝ったらまさかのスパッツを脱ぐっていうデリック・リーススパッツを脱ぐ、はい、股間が熱くなっちゃったみたいな、そうそう、えどういうことですか、 AV 男優みたいなこと股間が熱くなったんやって、いつなんですか本人がそう、そんなファイター見たことないで、ないですよね、試合終わってインタビューの途中にパンツ脱ぎ出して無地になっちゃったの、もう急に、そうそう、下の部分、スポンサーの名前とか全部なくしちゃった、股間が熱かったんだっていう謎のファイターをデリック・リース、おかしい、でも急いで着させられてましたよね、そうそう、絶対あかんからね、かわいい、そのためのユニフォームだからね、そうですよね、そう、そうですね、どっちやと思いますか、全然もうどっちの試合も見たことないんですけど、まあ でもなんかいやもうダニエル・コーミエはもうその本当に負けられないというプレッシャーは分かるんですけど、うん、でもやっぱこうワンパンチの衝撃って本当一瞬じゃないですか、うん、確かに一瞬でやっぱドンってこうダウンされた瞬間にのことを考えると、うん、まあルイスの、まあ、チャンスはあるかなっていうふうに思います、いや確かにそのやっぱり重い階級ってこうちょっとファンタジーがあるらしく、その本当に一発で試合がひっくり返るってあんま軽い階級ではなくて、やっぱ重い階級ならではなんですって、本当にワンパンチでドーンって全部がひっくり返るみたいな、でその前回の試合も229もそうやけど、デリック・リースってそういうことをするファイターなんで、こう最後の最後まで目が離せないっていう、そうですよね、っていう、まあどっちでしょうね、僕はもうダニエル・コーミーに勝ってもらいたいです、僕はもうコーミー好きなんで、まあ残り2戦っていうこともあるので、これで勝ってじゃあラスト1戦コーミーが誰とやるんだろうっていう、まだ分からないんですか、まだ決まってないです、それってもうコーミーが選ぶんですかね、あの指定するんですかね、どう、いやまあ一応その言ったりはできると思うんですけど、社長にツイッターでとかな、これやりたいとかいうのを言ったりとかもあるけど、どうなんやろ、やっぱり、まあ、コーミエはここまでそのジョン・ジョーンズにしか負けてないですよ、はい、じゃあだからそのジョン・ジョーンズが、まあ、いろんな問題をちょっと犯してて、うん、結構長く UFC に出れてなかったんですよ、あそうだった、ちょっと謹慎と言いますか、うん、ちょっと 出しませんってなったんですけど、はいはい、それがまた近々復活しますジョン・ジョーンズが、おお、そう、おお、でグスタフソンっていう、これまためちゃめちゃ強いファイターなんですけど、グスタフソンとやるんです、ジョン・ジョーンズが、うん、さあってなったらコーミエのラストはどうやろう、ジョン・ジョーンズとやってくれるのかな、最後の最後にリベンジして引退なのか、めっちゃ泣けるそれ、でまたそれとは別にこの間ヘビー級のチャンピオンになった時にリング上に最後ブロックレスナーっていう、うん、まあ、これまた UFC のもともとヘビー級のチャンピオンなんですけど、まあ、WWE かっていう、あ、まあ、世界最大級のプロレス団体のに所属してるすごい強いファイターがいるんですけど、うん、はい、まあ、本職はプロレスラーなんですけど、はい、総合格闘技でもめちゃめちゃ強いブロックレスラーがリング上上がって、お前やらせろって言ってコーミエとちょっと揉めるっていうのもありまして、じゃあちょっとそこの、そう、まあ、コーミエと最後ブロックレスラーがやるかもなみたいなことも、どっちだ、みんなが求めてるのはどっちなんですかね、どっちやろうな、いやジョン・ジョーンズとやって最後リベンジしてくれると嬉しいけど、いやどうなん、もうジョン・ジョーンズがめちゃくちゃ強いのよ、ファイターの方ってどうなんでしょうね、そのラストだから本当に泣いても笑ってもラストって思った時にやっぱり勝ちたいじゃないですか、勝ちたい、でも冷静な自分もいて、うん、いやジョン・ジョーンズはリベンジマッチにしたいけど、うん、ちょっとやっぱりまだ勝てないかもって思ったら、うん、やっぱムカついてて、今ムカついてて倒したいやつっていう、さっきリング上に上がってきたって、うん、勝てる可能性が強い方を選ぶんですかね、どっちだろう、どうなんやろな、どっちだろう、でももうちょっとね、ちょっとジョン・ジョーンズも結構いろんなのがついてるの、なんかこう
問題じすぎるから、うんうん、で結構こう見えはもうほんまにちょっと腹立つみたいな感じになってて、ほんまにもうちょっと相手にしたくないみたいな、ジョン・ジョーンズとはそうそうそうみたいになってるから、もしかしたら最後は、うん、もうもっとスカッと終わりたいみたいなところがあるんかもね、まあ見たいけどね、うん、終わりたいですよね絶対、うん、っていうのがあるので、まあこう見え的にはまあ最後までね、優秀の美を飾りたいでしょうから、うん、まあ、この試験はまあ負けれないというようなところはあるでしょうね。うん、いやこれはけどすごい面白い試合だと思います。もうこれ230ってなかなかメインカードが決まってなかったんで、どうなのどうなのってなったんで急遽決まって、このカードもファンは本当にもう待ちに待った対決ですね。コーミエ対デリック・ルイス、コーミエにルイスが勝ったらチャンピオンですもんね。コーミエにルイスが勝ったらチャンピオンですよ。ルイスがチャンピオンです。ルイスがチャンピオンですもんね。ルイスがやばい。いや、なかなか UFC にいなかったタイプのチャンピオンですよデリック・ルイスは、うん、ルイスもルイスでそのチャンスがあるから絶対ね、うん、受けたでしょうし、うん、狙ってるだろうから、うん、確かに。いや、まあ、こんな美味しいことはないですよ、ね、多分、うん、本来1個下の階級のファイターですから、ダニエル・コーミエは。あ、そうですよね。そうそう、本来はもう一個下の階級の人が、まあ、うん、チャンピオンになってるからやれるわけで、うん、まあ、体格的にはデリック・ルイスの方が多分有利でしょう。有利ですね。さあ、これどうする、どうなるのかということですね。いけんじゃない？チャンピオン。うん、いや、まあ、わかんない。わかんないですね。まあ、もう全然ほんまにどっちが勝つもわからないけど、多分応援する予想はコーミエよね。やっぱり。やっぱり、うん、多分そのデリック・ルイスのだけに付き合わないんじゃないかなっていう。もうすぐ、うん、持ってく。そのやっぱもうそれはもうオリンピック行ってるレスラーですから。そうですよね。多分そうですよね。とんでもないテイクダウン能力を持ってるんでね。やだやだやだってやんのかな。やだやだやだって。どんな感じ？痛くないって。どんなそんな感じなんですか？なんかね、どんな感じの顔してなんかね。音声やりたくなっちゃう感じの声を。でででで。バッ見とるキャラで、いてててててっていう感じの、めっちゃ聞いたなって相手に伝わる、そう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 っていうのが顔に出るタイプの方デリック・ルイスは隠せない、うん、いや面白いですねというような、まあ、今回230、まあ、ヘビー級のベルトがどうなるのか、そしてミドル級戦線がどうなるのかっていうのが注目でございます、はい、さあそれが11月4日日曜日に開催される UFC230 で皆さんご覧になれますんで、11月4日4日です、すぐや。ルイス間に合います？ルイス間に合います？結構あっという間ですよね。え、いやもうすぐよ。1ヶ月経ってないですよね。1ヶ月弱。うわ、え、きつ。ファイターってどんな感じなんですか？1個の試合終わって、はい、次の整えるまで試合まで。私の旦那さんとかは、うん、本当に3ヶ月か4ヶ月は空きます。半年空ける時もあります。でも多分普通そうよね。1ヶ月はないです。このUFCのファイターたちも結構そうです。いや、そこんな多分詰めない。普通そうなんだ。やっぱり体がね持たないし、はい、多分勝っても負けても相当ダメージもらってるから。そうですよね。うん、あとなんかその相手 の、 その研究とかして、相手に合わせての練習とかもすると思うんで、練習期間もないですもんね。ないですよね、うん、まあ、デリックルイス相手に合わせへんと思うな。そうなんですか。俺は堀しかない。俺はこのワンパンが合わせようないと思う、デリックルイスに関しては。あ、そういう感じなんですね、うん、でもまあ多少のダメージは多分、ね、ですよね。ビーストでも残ってるでしょうし、うん、いくら。そうなんだ。その辺はどうなるんでしょうか。でも逆にもっともっと楽しみになりますね、そういう部分でも、うんうん、確かに。いろいろね、うん、どうなるんだろう。いや、楽しみでございます。さあ続きまして230は11月4日日曜日でございます。また皆さんその日にお会いしましょう。さよなら。さよなら。